皆さんこんにちは、フレの原雨です。今回は影の描き方について解説していきたいと思います。この動画を見ればどうしても立体感が出ない人が立体的なイラストを描けるようになります。皆さんは影を描くときに何を意識していますか？そもそも影って結構軽視していませんか？影を描くイコール着色ですよ。思い返してみてください。塗る作業ってほとんど影を塗ってませんか？もちろん描き方は人それぞれなので違う人もいるかもしれません。ここで言いたいのは影はかなり重要だということです。単なる立体感を出すためのものだけではありません。それは前回の動画で影の重要性を話してきました。まだ見てない人は見てくださいね。この動画を見れば影を描けるようになるでしょう。しかし知らなければ立体感のない絵から脱出不可能なまま一生を終えます。なのでぜひ最後まで動画をご覧ください。早速解説していきたいと思います。それでは行ってみよう。まず影には2種類あるのはご存知でしょうか？それは陰の影と A の影です。陰の影とは日が当たらない面にできる暗いところを指します。 A の影は地面に伸びる暗いところを指します。いわゆる日陰です。影はこの2つで構成されています。まずはこの2つをしっかり使い分けることを意識しましょう。それでは陰影の描き方を解説します。紹介するのは立体的にする陰影です。動画の最後の方にまとめとして影をつけるテクニックを解説しているので、ぜひね最後までご覧ください。まずはキャラクターのどこに陰影を描くべきか、軽く基礎を押さえます。人体模型を描き、光源を決めて影になる面を描きます。立方体なら影がつく場所をイメージしやすいと思うんですよね。もしキャラクターを描いてる時に影がわからなくなったら、新しくレイヤーを作ってこの影のあたりを描いてみてください。それではまず肌の影を塗っていきます。肌を塗るときに大切なことは2つです。円柱を意識する、赤みをつける、この2つです。肌は基本的に円柱の形をしていますよね。腕や胴体、足はほぼほぼ円柱の形です。顔は円柱ではないにせよ角張っているパーツが多いわけではありません。塗り方にもよりますが、基本的に肌は影の輪郭ははっきりしません。自分の肌を見てみるとわかると思います。では角張らない影を描くにはどうしたらいいのか、柔らかブラシで消すという方法をおすすめします。エアブラシじゃダメかという声があると思います。僕も最初エアブラシで描いていてあまりうまくいかなかったんですよね。おそらくぼやけすぎて肌らしくならなかったんです。なので一回他のブラシで描いてから柔らかブラシで消すという方法をとっています。影を描く場所はさっき描いた影のあたりを目安にして描いていきましょう。しかし基本的には顔は一番見せたい部分なので、あまり影を描かなくても構いません。逆光などの極端に影ができる位置では描いた方がいいですね。他のイラストレーターさんを見ても顔だけは影をあまり描いてない人が多いです。主張をまとめると、円形を意識するために柔らか消しゴムで肌を調整するというのが肌の影を描く上で重要なポイントになります。2つ目は赤みをつけるです。影の色は少し赤みのある色を選んでいます。カラーサークルを見ると肌のベースカラーは色相がオレンジで明度は一番高くなっていて、サイドは少し右側に寄ってますね。影を描く場合は色相を少し赤寄りのオレンジにし、サイドを高くしています。なんでこの色を選んでいるかというと、キャラに生き生きとした感じを出すためです。だから影を描くときはレイヤーも通常モードです。しかし日陰の方の影を描く場合は定山レイヤーにし、明度を少し落としています。定山の理由は影のレイヤーとベースカラーのレイヤーを一緒に塗るときにまとめて影を塗れるから定山にしています。ここでも輪郭を軽く消していますが、ぼやけるまでやる必要はありません。理由としては障害物が地面に近いと輪郭がはっきりするというのと一緒です。手を地面に近づけると手の影ははっきりするけど、遠いとぼやけてしまいますよね。今回は髪も服も肌に近いので輪郭はしっかり描きます。今説明したことをまとめると、影がわからなくなったら影のあたりを描いてみる、影は赤みをつける、陰影の動かしを調節する、こんな感じです。でも皆さんが一番気になるのはシワの描き方ではないでしょうか。なのでシワの陰影をやっていきます。シワの陰影で意識してほしいのは図形を描くということです。今服を着ている人がいたらシワを見てください。ひし形になっていたり細い筋だったりしませんか？その影はシワの種類によって異なります。寄せ、たるみ、引っ張り、ねじれ、この4つがあります。寄せは腕まくりをした時、座っている時、服の中に空間ができます。この時のシワの形はひし形を意識します。たるみは緩い服を着ている時に背中などに現れ、マントにも使われる影です。形は逆三角形を意識しましょう。引っ張りは伸ばした時に発生する線のシワです。最後のねじれは寄せと引っ張りが合体しています。余裕のある空間がある時にその空間が引っ張られ、服同士が重なり合い線の形で引っ張られるという状況になります。このように形を先に作ってしまって、そこを塗るという形を取ると描きやすいと思います。あとは塗りですが、
気をつけるポイントは肌と同様に陰影の輪郭をぼかすことです。シワも基本的には角張らないので曲線を描きます。シワはフリルのように曲線を描きながらデコボコしています。曲線なのである程度シワの輪郭を消して描きましょう。肌でも説明した円柱の要領ですね。そしたらデコボコでできる日陰を描きます。こちらは柔らか消しゴムで輪郭をぼかしましょう。ということでキャラの陰影の描き方を解説していきました。最後に陰影のテクニックを最後まで見てくださった方に4つ紹介します。4つ説明すると、見せたいところ以外を影にする、影をつきやすいポーズを取る、色を変化させる、陰影で温度を表現する、この4つです。順番に解説していきます。見せたいところ以外を影にする、なぜこれがいいのかというと、視線は明るいところに行きます。なので見せたいところ以外に陰影を置くと見せたいところが際立つんです。例えばこのイラスト、顔と腿あたりに光を当ててここを見てもらえるようにしています。また三角形で結べるようにすると視線が逃げません。なので影の位置を調節してみましょう。2つ目は影をつきやすいポーズを取るです。影をつけるために影を発生させるように描く必要があります。ダメな例はこんな感じです。体を広げてるポーズですね。もちろん光源によって陰影はつきますが、この場合は真上にあるので論外です。逆にねじれていたり何かしらのポーズを取っていたりとかすると日陰になりやすいので、ポーズを意識して描いていきましょう。次は色を変化させるです。これは難しいんですけどかなり効果があります。例えば白い服を着ていたら影は灰色になってちょっとシンプルすぎになってしまいます。しかしここに色の情報を増やします。明度を変えずにサイドだけ上げるとこのように少し華やかになります。イラストの情報量を増やすのはかなり重要で、その方が魅力的に見えるんですよ。白だけでなく他の色でも試してみてください。最後は陰影で温度を表現するです。どのように陰影を表現するか、それは定山レイヤーで青色を塗れば低い温度の影を描くことができます。影は少なからず温度が低いので、冷たさを視線で感じられる青を使って冷たい温度を表現しましょう。特にコンクリや石などの硬いものに使うと色の情報量も増えておすすめです。というわけで今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。またね。陰影の描き方、自分の肌を見てみると分かると思います。今服を着ている人がいたらシワを見てください。美形じゃない。